ネット風船を投げ尽くしたヤギは大ピンチ。しかし、あ、そっか、じゃあちょっと助けて、俺がお前助けるから。ありがとう。背中俺のひっついといて。オッケー。でもね、でもここにいるんだよ。入ったよ、優先、目の前にいるよ。目の前、目の前、いけいけ、レイク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 、ネット風船を持っていないヤギを狙った木村。しかし、入ったよ、入ったよ、優先、目の前にいるよ。世界の的確な指示に瀬口が応える。いけいけ、レイク、レイク、よっしゃー、レイク、レイク、いけいけ、レイク、レイク、いけいけ、レイク、レイク、よっしゃー。瀬口から放たれたネット風船は見事に木村の左足にヒット。負けた木村さん、どこにヒットしましたか？足ですね。うわー、足なんだ。くっそ、体できたかったな。ここにポンっていった。あ、マジで。手応えありましたか？わかんないですけどもう言われた指示通りにやって、はいはいはい、感じた方にバーン投げたら最高。当たった、クリーンヒット。しかもあの、ゆうせいくんって言ってんのにレイ君がこう回転してそう、いや、ゆうせいが球持ってしてたから守って。いや、よかった今の。ナイス、当たりました。うわー、嬉しい、気持ちいい。イエーイ。俺がお前助けるから。ありがとう。背中俺のひっついといて。オッケー、ゆうせい、目の前にいるよ。いけいけ、レイ君、レイ君、よっしゃー。仲間がピンチの時には助ける、実は頼れる男です。ということで、鈴の音1回戦は鬼チームの勝利。しかし、鬼チームの歓喜の輪に素直に加われない男が一人。あれ、やってられませんよ、こっちは。どうしたんですか？なんでこんなびしょびしょなんですか？3頭ぐらい当たってましたね。みんな最初の方投げすぎてほぼ俺に当たってるんですけど。びっくりした。最初の方何が起こったか分かんなかった。全然分かんなかったな。続いて2回戦、じゃんけんの結果、鈴の音は同士打ちでびしょびしょにされた堀に。一番狙われそうなんだけど。嬉しそう。普段からどこにいるか分かんないのに。ひどいな。あ、やばい、そういうことやった。絶対一発目だ。絶対当たるから。ということで、勝負服に着替えた堀のファッションチェック。 T シャツですかね。僕はもう T シャツが好きなんですけど、バックトゥザフューチャーのヴィンテージ T シャツなんで、いい味出てるんですけど、さっきやってみて意外と鈴鳴ってても、本当に正確にどこで鳴ってるって意外と分かんないなと思ったんで、意外、逆に鳴らしちゃってもいいな。もう僕今回の対決はスピード勝負だと思ってるんで、結構ケイトが溜めた分、僕はもうみんなが構えてるうちにもパパパパパンとみんな行っちゃおうかなと。インサート撮りの段階からさっき立つ鈴の音堀。一方、先ほど見事に鈴の音を撃退した鬼チームの作戦は、円になる作戦やめて、まあ、四方八方に行って行った方がいいっすね。多分絶対はぐれる、みんなバラバラになるから、そこで出ないようにしよう。そうそう、よし、じゃあはぐれても絶対にはぐれずに真ん中にキュッとなって。フリじゃないですか。何言ってんの。これまとめるとき一番フリなんですよ。違う違う違う。あとあれ、あ、怖いとかいうのが、で、あの、足音消えちゃうね。あ、そっか。じゃあなるべく静かに。めちゃくちゃ静かにしてた方がいい。じゃあパーンってやられてもリアクションなしにしよう。パーンってやられたらそれテレビ的にリアクションしちゃう。いやいや、それは確かに。なんか寄った状態ではぐれずにずっとキープして、はぐれて誰かと会ったらちゃんとさっきレイヤー優先みたいにペアになった方が、これ3人でこれずっと回転しながら、ここで集まります。ここで、俺めっちゃ安全だ。そんな目で見ないでください。
結果鬼チームは瀬口が木村を倒した実績のある背中合わせのフォーメーションに。同士打ちの復讐に燃える堀か、1回戦の勝利で勢いに乗る鬼チームか、勝つのはどっち？ベッツプリーズ。2回戦、よーい、キャモン、あ、いい、しろしろしろ、こうしたら、あ、あ、なってるな。俺の前にいるな。ね、うん、そうだね。北海道か。右行った、右行った。オッケー、投げて。あー、怖っ。あ、入ってきた、入ってきたよ。え、やばい、怖っ。うわ、もうめっちゃ怖いね。怖い、怖いよ。マックス、わかんない、ここや、怖い、怖い、ただで怖い、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 開始早々足音で威嚇するオラオラ系鈴の音のホリー、すぐさまヤギに襲いかかるが、これは仕留めきれず、休む間も与えず中島にも襲いかかると、またも鬼は大パニック。それにしても堀さん、でかい体で器用にネット風船を避けますね。シルトーと、なんか血みたいに流してるって。これ俺、シルトーよくやった。あ、割れたよ。やばい、なんか大嵐したみたいになっちゃった。ねえ、なんかずっと流れてる。審判、もう俺もない。僕ずっと流れてます。ちょっと待って、ちょっと待って、ずっと流れてる。誰かおしっこしてる。ソンタがおしっこしてる。ソンタもこれは無理よ。大嵐しちゃったかも。お風呂じゃないんだから。開始1分で鬼たちを恐怖のどん底に突き落とした堀。まずは木村を背後から確実に仕留める。やばい、なんか、さらに無意識の同士打ちで追い打ちをかけちゃう世界。そして熱湯風船がおもらし状態でなんだか恥ずかしい中島。実は最初の堀の攻撃がかすり、そこから尿漏れがスタートしていました。ということで中島もアウト。審判、もう俺もない。人知れず熱湯風船が割れていたヤギ、 VTR で検証してみると、分かんない、ここや、おお、パニックを起こし自分のヘルメットを自分で強打。どう見ても完全に自爆です。ということで堀はいきなり木村、中島、ヤギの3人斬りを達成。